カンチャカンチャカンチャでございます。今日どこ来てるかっていうとね、富士山下という駅に来てます。富士山下でございますね。この富士山下ってのはなんで有名かっていうとですね、ここ実はですね、群馬県なんですよ。群馬県のですね、桐生市、群馬県のですね、桐生市ってとこなんですけど、この富士山という名前に釣られてですね、外国人の方がですね、日本一高い山の富士山の最寄り駅だと勘違いして下車するということで非常に有名になった駅でございますがですね、まあ、この駅をですね、ちょっとね、レポートしてみようじゃないかという、まあ、それだけのですね、動画でございますね。それでですね、駅は非常にシンプルでございます。単線ですね、単線ホーム1個というですね、極めてシンプルでございます。こんな感じです。何もない駅なんですよ。でこの駅でですね、どうやって8分以上の動画を作るのかというのはですね、非常に悩ましいものがありますが、頑張って作ってみるんですね。それでですね、この名前の由来なんですが、この富士山というのはですね、この後ろにある小高いちょっと丘みたいなのありますよね。これが富士山なんですよ。で、そこの部分にですね、動画映ってるかな、階段があるんですが、それが登山口でございまして、ちょっと上上がるとすぐ山頂なんですよね。じゃあ、それに登るかって言ったらめんどくさいんで、登らないわけでございますが、駅レポだからね、あくまでも。それでですね、こっちの方がですね、桐生ですね、西桐生というのは、桐生の方に、市内のど真ん中に行く、その、失礼しました、方向なんだけど、渡良瀬川がここにあって、すぐ脇もわかり、ご覧いただけますかね、そこがすぐ橋になってます。橋になってて、渡良瀬川を渡って渡ると、まあ、この桐生の市街に突っ込んでいくという形になるわけです。でぐるっと回るとこっちの方はなんかあるんですけど、まあぐるっと曲がって、どっかに行くって、まあ、天王寺区っていう駅の方もすぐ近くです。本当路面電車みたいな感覚でこの辺は駅が集中しているような感じですね。非常にご覧いただけるように市街地でございましてですね、市街地の中に、その点在する、まあ、地方私鉄の、駅、あの駅間隔が短くて地方のその人の足として使われているという、そういう性質の、駅の一つなんですよ。それでまあ上に架線がかかってますけども、ここはですね、上毛電鉄ですね。上毛電鉄の上毛線というものでございますので、電鉄という名前でございまして、まあ要するにですね、電車でございまして、昔ですね、都内の、京王電鉄の井の頭線とか走ってた車両がですね、中古としてこの辺でへこへこ走ってるというですね、ことで、まあ、おなじみということでございますね。で、これが駅なんですが、ぐるっと回ってこんな感じですね。ここにある、これがですね、富士山への登山口です。これずっと上がると上が山頂の富士山で、上の方に白い鳥居が見えますよね。ここが確か山頂だと思いました。ここが富士のてっぺんですね。で、この辺の家がですね、確か昔ね、売りに出てたんですね。富士山下駅前の駅がですね、売りですって俺真剣に買おうかと思いましたけどね。それで、これがホームでございまして、きちっと待合室があって、公衆電話なんかがあって、まあ、ゴミ箱があるという感じですね。そしてこう屋根がついてるんですよ。でこんな感じでですね、まあ、公衆電話の脇にこうちゃんと座席があってですね、座って電車が待っているというような感じにはなってますね。ただおトイレとかですね、まあ、お便所とかおトイレとかですね、まあ、どっち、まあ、要するにおトイレですね、それは、ちょっとないようですし、まあ、切符の販売機なんかもなくて、まあ、完全に無人駅で車掌さんとか運転手さんの方で、まあ、料金精算をするという形ですね。そして、まあ、この、見らない切符はここに放り込んでねの黄色い箱が、用意されているということでございますね。しかし、この公衆電話懐かしいっすよね。電車の頻度としてはこんな感じですね。1時間に2本ということでね、電車が出てるということでございまして、西桐生まで180円という運賃になっております。こんな感じですね。駅前すごいですよね。これいいですよね。パンと洋菓子、フチャバルホンっていうです。まあそういったお店もあるんですが、やってんのかしら。あ、やってる。これ工場ですね。なんかパレットとか入ってるんで、多分工場でここは今でも生きてるということですね。もうかなりね、もう夕方遅くなっちゃったんで、閉まってるというだけのことだと思いますね。で、まあ、停車場っていうレストランがあって、その横に、美容室ですね。美容室があるというような感じでございまして。で、この大きいですね、踏切は結構ですね、通行量が意外と多い踏切ということになっております。でこちら側のホームの端を見るとですね、まあ、黄色いガードがあって、まあ、ここから先進めないように
なってるんですが、まあ、1段下がったですね、客車レベルのですね、ホームがあるんですよね。昔上毛電鉄も客車が走ってたんですかね。なんかこの辺が1台こう JR の駅とかではですね、まあ、よく見られるパターンですけれどもですね、この上毛電鉄でもこういうホームがあるんだなってちょっと意外でしたけれどもですね、まあ、他の上毛電鉄の駅はあんま真剣に駅レポやってないんで、まあおいおいやってみたらこれが当たり前なのかもしれないですけどね。貨物輸送とか昔やってたんですかね。でぐるーっと回って、まあ電気ナショナルですね、ナショナルの電気屋さんがあって、そして裏にそびえるのが富士山ということになっております。おおカラスがうるせえみたいな。はい、それでこれがですね駅の唯一の出入り口ですが、バリアフリーになってますが結構急ですね。これバリアフリーっていうよりは実はですね自転車の通り道なんですよ。上毛電鉄ですね、自転車をですね乗せてですね、電車に乗れるということをやってるので、その関係で自転車が通るというような趣旨でございますね。だからですね階段がこの駅はないですね。階段がなしでですね自転車が通る道ということで出入り口があるということ。そして無人駅なんで当然改札口とかそんな粋なものは存在しないというような感じになってるわけですね。あたり一面ですね。でこれがくどいようですが富士山でございますね。ドアカッターということでね、1両目の方だけね開くというような感じになっててね、こっちはランプついてます。あ、電車閉まりましたね。で電車が旅立っていくわけでございますね。渡良瀬橋を越えて、向こう側の桐生の方に向かって走っていきます。富士山下ですね。富士山下か、富士山下じゃないんだね、富士山下というですね駅名で、ここは群馬県桐生市でって書いたんですけど、まあ群馬県桐生市なんですね。あえてなんでこういうことを書いてあるのかはよくわかんないですけどね、富士山下ということでございますね。前は外国人の人のためのですねなんか看板が出てたって話なんですけど、ちょっと見当たらないですね。まあ衣装でこれが富士山でございますね。でこれが富士山下のですね、駅でございまして、その横にこう踏切がありますね。第3種踏切ってやつかな、遮断機はないけれども、警報機がついてるっていうけどね、ここ踏切のうちとね遮断機が結構離れてるんで第4種かと思いましたけどね、まあ、向こう側はこんな感じであるということですね。でまあ人しか渡れないというような形で車両通行禁止なんで自転車もダメだということですね。自転車は軽車両ですからね、通れないということですね。で踏切の中でねちょうど今撮影してるところなんですから、これ踏切ですね、歩行者は入っていいので僕ちゃんは入るわけでございますね。で遮断機は鳴ってないわけですから、中にいていいのです。でこれが渡良瀬、側ですね。渡良瀬、側で見る見る見るって、良い子の見る見るでおなじみの渡良瀬川でございますね。でこの線路まっすぐで橋、鉄道ですね、このこれすごいよね、点検のいわゆるキャットウォークがなくて横に避難所があるだけみたいな、結構ですね、点検するの怖いねこれね、まあ、こんな、感じになっていて、ぐるっと回ってこんな感じになっていて、こっちが駅というような感じですけど、本当先ほどから誰もいないですね、私以外ね、利用者が少ない駅なのかもしれないですね、まあ、こんな感じになっております。で広い国道がありますということ、国道なのかな県道なのかな。で遠くに見えるのが、まあ、酒屋さんがこういうふうに、見えたりとかしているわけでございますね。で富士山下の駅があって、
て、まあ、富士山地区、急斜面、蓬莱危険地区、この辺崩れるぞっていう、そういう話なんですね。この辺崩れるから危ないって書いてありますね。怖いですね。で、これが登山口で、エッコロエッコロ上がっていくと、山頂まで行って上に鳥居があるんですね。で、先ほどのずっとある道は国道じゃなくて、県道3号線ですね。主要地方線、桐生、前橋、大馬場線とかいう、まあ、そういう偉い検討だということですね。じゃあこの階段どうしようか、ちょっと上がってみるか、どれくらい時間かかるのかな、行ってみるか。この階段上がると富士登山なんですね。これ上がるのしんどいよな。でもな、絶対これしんどいと思うんだよね。よいしょよいしょ、だってさ、よいしょ、なんか絶対これ足つりそうな気がするんだよね。どれくらい時間かかるのかな、これな。あんまり時間かかるようだとダメなんだよね。なんかすごいね、すごいね。駅前なんだけど、ほとんど廃墟化してるけど、誰か住んでんのかしら。もうちょっと進んでみましょうかね。よいしょよいしょよいしょ、ちょっと上に上がってみましょうかね。なんだろう、こんなところに見えます、この青いやつ、青いやつ。これなんだろう、水道かなんかですね。水道かなんかの印ですね。あの辺まで水道来てるんですね。で、こんな感じで、駅前ですよ。まだちょっとしか上がってないのに、駅前なんだけど、なんか家があるけど、まあ崩落の危険があるから怖いってことなんですかね。まあ、それでお住まいになるのやめたのかもしれないですね。しかし落ち葉すげえな、これ。よいしょよいしょよいしょ。こんな感じで、ね、こんな感じでお宅があるんですが、多分住まわれてないんだと思うんですね。もうちょっと上上がってみましょうか。よいしょ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 。あ、ここにも7号目って書いてありますね。7号目まで来ましたね。よいしょよいしょ、7号目でございます。よいしょよいしょよいしょ。しんどいな、本当にな。しんどいですね。よいしょ。こんな感じですね。ちょっと登ってきましたね。もうちょっと頑張りましょうか。よいしょ。よいしょ。ここからご覧いただけますかね。鉄道の線路がですね、なかなかかっちょよく見えますね。かっちょよく見えますね。じゃあちょっともうちょっと上がってみましょうか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと、富士登山中でございますよね。よいしょよいしょ。ロープウェイとかね、ケーブルカーとか気の利いたものはございませんで、自分のアイデアで登るしかないわけでございますが、なかなかしんどいな。ぜいぜいしてきたぜ。なんかもう登り始めたら後悔してるな。ちょっとしんどい。よいしょ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 。あ、つらい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 。これ途中まで登ったところでさ、これやべえ、ビデオカメラのバッテリーがあんまねえ。どうすんだ、山頂まで行った時にビデオカメラのバッテリーがなくなったらどないすんだみたいな感じです。なんかこんなところに石碑があるけど、まあいいや、どうでもいいや。だいぶ登ってきましたね。だいぶ登ってまいりました。こんな感じですね。遠くに線路が見えたりとかするわけでございますがですね、まだまだ坂は続くんでいきたいと思います。行くよ、頑張るよ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 頑張る。もう山頂かな、まだかな。山登りってさ、山頂があったかなと思うとまだ山頂じゃないみたいな、そういったことってすごく多いよね、本当に。よいしょ。うわ、後ろによろけて倒れそうになった。よいしょ。多分なんですが、ここが山頂かな。今、階段をずっと上がってきて、なんか書いてあるんですよ。で、なんか上の方にまだ柵とかあるんで、まだ上に上がれるのかな。どうなんだろう。
でも階段らしいものはないですよね。柵があるんだけど行っていいのかな。下手に行って事故るとやばいな。でなんかこう椅子があってですね、なかなかすごいいい景色でございますね。あ、遠くに見えるこれなんだろう、なんか、キラキラしてますね。俺の頭の中もキラキラしてるよみたいな感じです。きつい。というわけで、ね、ここが富士山の、まあ、山頂らしき展望台でございます。この上もうちょっとあるんですけど、上に上がるね階段が見つからないんだよな。上に上がる階段がないので、このこれ引き返そうかな。この下にこう見えるかな、あれが、駅ですね。駅、あの緑のあのレッドが駅だと思います。でぐるーっと見て山並みがあって、ここに流れてる川が渡良瀬川だと思います。渡良瀬川でございまして、で上がってきた階段があって、なんかこう蔵みたいなのがですね、なんか蔵みたいなのがあるんですが、中に何が入ってるかよくわかんないですけど、神様が入ってるのかな。あ、なんか電車がチンチン鳴りましたね。電車がですね、渡良瀬川を渡ってですね来ましたね、電車がね。でここに入ってくるんだと思います。あ、ここに多分電車がね来るんだと思うんですけどね。あれ、あ、いたもう手元が、頭がお釈迦坊になってますね。なんか富士山駅下に、電車が止まって、来ました。これ富士山の山頂から眺める、富士山の山頂の展望台から眺める富士山下へ富士山下に止まった、電車でございますね。なんかすごいですね、一面住宅街が広がってね、このこう住宅街、カラスが、うるせえカラスがよ。でこう電車が発車していくわけですね。電車が発車していって踏切が健康になってて、電車の走行音もまあ聞こえるという中でですね、よっこいしょ、あれが電車が動いたのをご覧いただけますかね。まあこんな感じになってて、ここが富士山の山頂ということで、まあこんな感じでいろんなものが広がって、おお渡良瀬川ベイビーベイビーみたいな感じで、なんか遠くになんかいろいろ見えるということでございまして、この先行くと何があるのかな、ちょっと行ってみましょうか。今そこに蔵の頭がちょっと見えますよね。ここで展望台で今映してたんですが、ここから、奥の道ずっと上がっていくと、なんかすごいこう明るいのが見えてますよ。なんだかよくわかんないです。でぐるーっと回って、でここになんか祠みたいなのがあるんで、これが本当の山頂だと思いますね。これが多分本当の山頂だと思います。ちょっと行ってみましょう。そうですね、どんぐりがいっぱいお供え物になっていて、でその後ろに渡良瀬川が広がってて、ここが一番高いところなんで、ここが、富士山ですね。富士山っていうの、富士山っていうのはどっちか知らないけど、まあ、富士山か富士山かなんかの間違いなく山頂です。ここが一番高いですね。標高が書いてありますね。標高が163メーターですね。登ってまいりました、僕ちゃんね。僕ちゃんの体重は110キロでございますが、163メーター登ってきたわけでございますね。はい、というわけで、ね、これが富士山の祠、そして、163メーターということで、ね、山頂まで登ってきたんで、これより高いところはないんですよ。ぐるーっと見てね、ないでしょ、高いところないんで、ここが紛れもなく山頂だとございますので、ここからね引き返していきたいと思います。なんか日がね陰ってきたんで、真っ暗になっちゃうと街灯も何もなくてちょっと危ないので、パッパから戻りたいと思います。こんなですね、桐生の街中のど真ん中で遭難とか言ってね、シャレにもならないでね、登山届なんかもちろん出してないですしね、何にも持ってないんだもん。だってじゃあ行くよ、じゃあ戻るよ。よいしょよいしょ、なんか電池切れそうなんだよな、ビデオのな、それが嫌なんだよな。じゃあこうやって下っていきたいと思いますね。下りはちなみにね、デブの下りは早いですね。上りは遅いけどね、下りは早いんですが、万万が一こう一人で来ててですね、まあ怪我なんかした日にはですね、もうシャレにならないので、下りって実はね、スピード出して下ろすとね、怪我する危険があるので、で当然誰もいないんで危ないので、ゆっくり降りたいと思いますね。前大船観音かなんか行った時はですね、下り、まあ人通りが多いとこなんで、まあ、調子こいてね、ものすごいスピードで駆け下りたような記憶もあるんですが、ここはですね、怪我すると、多分、助けてもらえる人がいないので、携帯はね、通じると思うんですよ。携帯通じるよな。はい、携帯は 4G ですね。携帯は 4G なので、まあ、最悪携帯で助け呼べばいいんじゃんみたいな気はするんですけどね。はい、下降りていきたいと思います。で、分岐路に来ましたね。
分岐路っていうのはこうなってますね。はい、こっちに降りていく道があって、こっち降りていくとどこ行くんだろう、分かんないな。でこっち行くのがさっき来た道ですね。こっち行った道、来た道で、こっちが分岐路になってるんですけど、こっち降りるとどこ行くのかちょっと分からないし、なんかこの下また祠みたいなのがありますね。なんか祠みたいなのがちょっと見えましたが、その下続いてるかどうか、よく分からないんで、置かないんで元来た道を戻りたいと思います。僕ちゃん弱気でございますからね、はい、元来た道を戻りたいと思いますね。よいしょ、こんな感じですね。元来た道です。なんか獣道みたいなちっちゃい道が結構あっちょこっちょに、ね、あったりするんで、まあ誰かと一緒に来てるんだったらね、まあ探検とか行ってね、いろんなとこうろうろしてもいいんですけどね、まあ、こんな街の中の小高い丘で探検とか言って、お前小学生かみたいな感じですが、まあいいんだよ、童心に帰るみたいな。ちょっと危ないんで、階段でゆっくりゆっくり、確実に降りてって、帰りたいと思いますね。危ないよね、ほんと気をつけないとね。そんなところで人生おしゃかぽんにしたらね、シャレになりませんのでね。どっちに帰るんだろう、なんかあれ、また分岐が、また分岐に来たな。どっちが正しい、どっちから来たんだろう。どっち行けば正しいんだろう。まあ、いや、広い方に行きましょうかね。広い方に行こうかな。じゃこっち行ってみるか。ね。どっちから来たんだろう。あ、こっちから来たのかな。なんかもう、まあ、いろんな道ありますけど、まあ、ここでね、標高163メーターのね、山の中で遭難とかね、シャレになんないさな、本当にね。いやいやいや。いや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 って感じでございますね。先ほどね、ジャコテンさんという方とね、ラーメンのコラボということでラーメンをいただきましてですね、まあそしたらなんかいろいろですね、美味しいものもいただいた通過で、注文してないものがですね、店主の方にご馳走になっちゃったりしてですね、まあ非常にですね、カロリーをいっぱい取ったのでですね、本当に非常に美味しかったんですけどもね、そのカロリーをちょっとでもここで消費してね、ダイエットしないとみたいな感じもありますから、それでですね、一生懸命こう降りていくわけでございまして、これ喋りながら下りとか言って危ないよね。下噛んじゃうやんね。下噛んじゃって。あ、下噛んじゃって。下下下みたいな。何言ってるかよくわかんねえ。まあいいや。よっしゃ、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 よっしゃ。俺もよくやるね。俺もうすぐ還暦だぜ。何やってんだよ、俺前。親が見たら泣くみたいな。カラスがうるせえ。まあいいや、とにかくね。じゃあ降りて行くわけでございますね。くらくら、降りて行って、まあ無事に、下へ帰っていくと。ね、ああ暇が、くれる前にね、うちに下山できそうでございますね。なんだって、よいしょ。まあ、富士山に来た以上ね、やっぱ山頂まで上がらないとね。ダメでございますね。ああ、もう降りてきましたね。下りはやっぱ早いね。こんな感じでございますね。この、まあね、空き家の家のとこまでね、空き家の家のとこまでね、無事降りてきたんで、もう大丈夫でございますね。なんかこのちっちゃい祠とかあってね、なんか可愛いよね、みたいな感じでございますね。じゃあですね、よいしょ、ここね、完全に下まで降りて、それでこの動画は終わりにしたいと思いますね。いや、しんどいね、しんどいね。よし、登るよ、あ、ちょっとあと。うん。よいしょ、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 よいしょ。気をつけ、なんか足元危ねえな、これな。こんなところで怪我したくねえもんな、俺な。安全に、何事もご安全にということでね、行きたいと思いますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ、しんど。ガスしんどいな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。結構汗かきましたね、やっぱね。うん。年だから。よいしょ、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 よいしょ。もう大丈夫ですね。ここまで降りてきましたね。ここまで降りてきたっていうのは要するに。もうね、線路がね、見えるとこまで降りてきたんで、もう大丈夫でございますね。何が大丈夫かってね、遭難の危険から脱出したということでございますね。おお、そうなんですか、そうなんです。じゃあね、よいしょ。よくはしょっと降りていくわけでございますね。無事ね、こう降りてきてね、あれですね、パンと洋菓子富士屋丸坊、パンと洋菓子富士屋丸坊のとこまで降りてきたということですね。大丈夫でございますね。いや、じゃあね、そういうことでね、この動画をですね、よっこいしょ、よっこいしょと、まあ終わりにしようかなと思ってるわけなんですよね。
いやよくやるよ俺も本当にいい年こいって何度も同じこと言って恐縮でございますがですね、無事富士登山をですね終了させたということでございますね。よいしょ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 、おっとっとっとおっとっとっとおっと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 、よいしょ、これでこんなところでやり断して、これで車にひかれちゃったりとかしたらお釈迦ポンみたいなバカかみたいな感じでございますね。ということで無事降りてまいりましたね、富士登山終了でございます。というわけでね、富士山登ってきたということでね、富士登山ね、いやーやっぱしんどいね、登り坂俺苦手だわってことで、この動画これで終わりたいと思います。富士山下駅、富士山下駅がどっちなんで分からなくなっちゃった、どっちでもいいよ、登って失礼いたしました、これで失礼します、ありがとうございました。